この学校にいる童話地区出身者は何人だ解放同盟と新潟県教育の異常な関係という動画を上げたらですね、なぜかねあの、消されてるんです。YouTube に消されました。理由はちょっとよくわかんないんですけども、まあその動画の中で、 関連する部落の地名とか名字とか言ったのが、なんかちょっとまずかったのかなと思うんですけども、まあそこを触れずに改めて解説しますね。で、実はこれに関連してですね、1月20日付で、新潟県教育委員会を提訴しました。私があの、新潟地裁ね、裁判に訴えたということです。 で何を求めているのかっていうと、えー、ブラック解放同盟と新潟県教育委員会が、ねまあ、正確にはその学校がやり取りしてた文書を、僕は情報公開請求したんですね、で一度去年の4月に部分公開という決定が出たんですけども、8月に、ね、執行停止されてしまったんです。 えー、つまりね、まあ一時的に公開しないということです。で、本来だったら一時的な措置のはずなんだけども、もう年明けで1月まで放置プレイされてるので、まあいい加減にしなさいということで、えー、裁判所にね、執行停止を取り消すように、つまりはもうさっさと、あの、まあ部分公開でいいから公開しなさいっていうふうに提訴したわけです。訴えたわけですね。で、まあ前のね、動画が消されてしまったので、まあ知らない方のために最初からね、もう一回説明し直すんですけども、まあ何があったかっていうとです、ね まあ時は2018年に遡るわけですけども新潟県の村上市のとある高校の3年生の生徒が自殺してしまったんですね。 で、そしてですね、去年の3 2、2月ですね、去年の2月、2023年2月3日にですね、実はその高校がブラック解放同盟に球団されるんです。まあ、これが、まあ、理不尽な話で、えー、正確には確認会なんですけども、この球団っていうのはですね、ブラック解放同盟の中では、えー、確認、球団、 学習っていうふうに定式化されてるんです。まあ実際そういうマニュアルみたいなものもあるんですよ。なのでも、ね、確認会っていうのは、これはまあ球団会の一部分なわけです。まあ一つの儀式みたいなもので、えー、解放同盟にその自殺した生徒を出した、えー、高校が中断されたんです。で、なぜかっていうと、その理由っていうのは、その、亡くなった自殺した生徒が、 ブラック出身と言っていいのかなまあちょっと正確にはこれから話すんですけども、まあとにかくその確認会の様子というのがひどかったと。あの、長谷川さなえさんっていうねえ、柴田の住吉の支部長の方が、えー、中心になってやってたというふうに私は聞いてるんですけども、まあその場でね、あの、長谷川さんが椅子に座ってこう、 解放同盟の、まあ、男の人の幹部に指示して、えー、それで、えー、そこでなんか教員に対してね、あのこの学校に同和童話地区出身者は何人だっていうようなことを言ってたっていうのが、 まあその話なんですね。まあこれはね、もうほぼ事実だと思います。関連する文書もありますし。で、それで、そういうことをじゃあ高校の先生が聞かれて、まあおしゃ、あの、何人ですっていうふうに答えてたっていうんですね。で、しかもですね、もう解放同盟の人はその自殺した生徒の個人名なんかもベラベラ喋るし、その親戚の誰それがブラック出身だのっていうことを喋るわけですよ。ところが、おかしなことにですね、えー、その、 生徒,がですね、生徒の親族が、えー、部落の出身ということ以外にです、ね、何もね、このことと関連性がないんですよ。自殺そのものは、その部落出身ということとは全く何にも関係ないことなんです。なのに解放同盟が出てきてですね。 で、その場に、えー、その高校の先生だけじゃなくて、その別の高校なんかからもなんか先生集めてですね、もう見せしめのように、もう吊るし上げ球団ですね。そういうことをしてたっていうことなんですね。で、それで、まあ、僕はこういう話がね、僕のとこに入ってくるっていうのは、それは当然よっぽどひどかったっていうことです。僕は聞いてるのは、もうこれはひどいと思ったと。許せないと。その、いじめ いじめが、そのね、自殺の背景にあったって言われてるんです、ですけども、いじめ自体は別にその部落だのなんだのっていうことは関係ないんですよね。うん、まあ、それもまあまあ、いじめがあったっていうことは問題なんだけども、でも、そもそも解放同盟が出てくるようなね、筋合いの合う話じゃないし、その、先生集めて吊るし上げっていうことをすること自体が、それ自体がもうもはや、もはやね、もうパワハラといういじめじゃないですか。 でそういうことで許せないということで、まあ僕のところにそういう話が入ってきたわけですよ。うん、なん僕なんかに入ってくるっていうことでよほどのことがあったって思わないといけないわけですよ。で、それで、まあ僕はそれを聞いて、 えー、2月7日にですね、えー、新潟県の教育委員会に対して情報公開請求をしたんです。当然、9段階っていうことをするっていうことは、その解放同盟と高校の間で、まあ校長の名前とね、解放同盟の委員長の名前でいろいろ文書がやり取りされてるわけですよ。で、それを情報公開請求したと。で、さすがに不存在とは言えないですからね。まあ、伸びに伸びて5ヶ月後の4月にようやく、 開示決定が出たんですよね。部分公開ということで。まあ、大部分黒塗りだと思うんですけどね。ところがですね、8月になって、えー、あ文書がね、イーで送られてくるかなと思ったらあの、執行停止というね、通知が来たんです。で まあ一応、その、行政不服審査法っていう法律があって、まあ何か行政処分に対しては、何かしら、あの、審査請求というものを申し立てられるんですね。で、つまり誰かが審査請求を申し立てたんです。で、そこでさらに執行停止ということも申し立てて、その審査請求が終わるまでの間は、あの、その実際情報交換しないでくださいっていうことで誰かが申し立てて、それで執行停止がされて、で、今に至るっていう状態なわけです。で、 まあ私の対抗策としては、その審査請求に私も参加したいっていうことで、その参加申請したんですね。で、ついでにこちらも審査請求という形したわけです。その部分公開したものについてね。ちゃんとあの、まあ個人名まで出せとは言わないから、その、あの大部分出すようにということで、審査請求をしたっていう状態なんだけども、まあまた5ヶ月、あの、放置プレイされてるんですね。で、それでまあ、これに対してね、あの、 まあ、裁判を起こしたっていう理由というのはですね。まあ、普通、審査請求ってね、えー、行政訴訟法という、まあ、法律があるんだけども、い、えー、大体ね、3ヶ月ぐらいっていうことが、まあ、法律で想定されてるみたいなんですね。行政、えー、行政訴訟法だと、その審査請求をして、あの、3ヶ月経ってもその結果が出ない場合は行政訴訟を提起できるんですよ。 まあ、あの、まあ実際はね、もっと長く審査やっても別にそれは構わないんだけども、一応法律上は、あの、3ヶ月審査請求やって結果出なかったら、あの、訴訟提起できるっていうことになってるし、あと執行停止って本来一時的な措置なんで、こんな長々とね、やるっていうものじゃないんです、本来はね。うん。なので、あと、あとですね、あと、あの、僕ね、基本的にこの、 あの、行政不服審査、あの、審査請求ということにもいろいろね、あの、過去の経緯からして、行政に対しては不信感があって、え審査請求すると、その、まあ、情報公開関連はね、情報公開審査会に諮問されて、で、審査会が、あの、答申を出すんですよ。まあ、それを受けて、最終的に、まあ、行政、あの、行政庁、あまあ、今回の場合、教育委員会が判断するんだけども、その、う その、情報公開審査会のね、答申をね、無視するっていうことがね、僕、何度かされてるんです。確か2回ぐらいされたことがありますね。で、あと、まあね、あの、玉木でにね、沖縄の、あれなんかの例からわかる通り、その、裁判所のね、判決が出てもね、従わないようなね、市長っているんですよ。やっぱり。で、そういうこともあるんで、その、多分ね、審査請求の結果が出ても、 あの、ごねるっていう、僕、その可能性が今回の場合高いと思いました。だって、こんな放置プレイ僕されたことないですから。だからもう完全にその、新潟県教育委員会も、新潟県の情報公開審査会も、全く信用するに値しないっていうふうに僕、思ったので、それでですね、えー、っと、つい先日、1月15日には私ね、教育委員会に、あの、通告したんです。新潟県の教育委員会に。 あの、もうね、あの、さすがにこれ、あまりにも長引いてるから、あの1月19日までに、情報公が執行しないんだったら、もう裁判所に提訴しますと、というふうに通告してですね、で、1月19日に、あの、新潟県教育委員会から電話かかってきたんですけども、そしたら、あの、 なんか、その、ま、あなだめるつもりなのかな、その、審査請求については、その、参加人申請を受け付けますと。で、こちらの審査請求も、あの、受理しますで、ね、これから審査に入りますと。というふうに言ったんですよね。でも、ま、結果的に執行停止は、 したままなんですねって言ったら、まあそうだっていうことなんで、じゃあまあ提訴ですっていうことで、えー、やったわけです。まあその時なんか担当の方はポロッと漏らしてたんだけども、審査請求したのはやっぱりブラック解放同盟だったようですね。もしね、あの、審査請求したのが、その、 自殺した生徒の遺族っていう可能性も考えてたんです。やっぱし、そのね、まあ、そっとしておいてほしいっていうことで。それもまあ、理屈としてはあり得るんですよ、可能性としては。だけど、そうじゃんって、まあ、解放同盟っていうことだし、まあ、これ、何も手加減する必要ないな、ということで、えー、新潟県に提訴したわけです。ということで、まあ、この裁判の経過どうなるか分からないんだけども、まあ、分かんないです。判決まで行くかどうか分かんないです。あの、途中で、 あの、新潟県が執行したらですよ、部分公開っていうことをやったら、その裁判をする理由っていうのもなくなるので、その裁判が中断するっていう可能性もありますし、まあ、新潟県がずっとズル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 その審査手続きを伸ばすんだったら、まあ、その間に裁判所が判決を出すっていうこともあります。一応、裁判所はですね、その審査請求にかかってる場合も、その3ヶ月以上経過してる場合は、 もうその審査の結果というものを待たずに判決を出すっていうことができるっていうことになってますので、まあそれを実行するということが、まあ今回の、まあ私のミッションなわけです。えー、下のね概要欄にね、あのニュースチャレンジャーのですね、あのリクエスト、あのアドレス貼っときますので、そこでですね、あのまあ今回の件に限らず、この次元者の取材に対していろいろ投票できるようになってますので、ちょっと皆さんニュースチャレンジャー、 あの、参加してみてください。今度ね、いろいろ機能強化しますので、つい昨日ね、あの、カード決済を、えー、実装したところです。この後ね、あの、自転車サイドとの統合なんかもしてますので、まあ、ちょっとこの、ゲーム感覚で、えー、やれるニュースサイトというのを目指してますので、まあ、皆さんぜひご協力をお願いいたします。ということで、今回はね、えー、新潟県教育委員会、まあ、本当ね、10年ぶりぐらいですね、こういうことをやるのは、あの、実際提訴したという、えー、お話でした。